ムジェロサーキットで開催された元 GP イタリア GP。決勝ではフランチェスコ・バニャイアが優勝し、チームメートのエネア・バスティアニーニが2位表彰台を獲得し、ルカティの地元戦でファクトリーチームのライダーの2人が1、2フィニッシュを果たした。バスティアニーニは今期限りでファクトリーチームのシートを追われる可能性が非常に高いと見られており、そんな厳しい状況の中掴んだ2位表彰台は特別なことだと語った。 バスティア・ニーニは4番手から決勝レースをスタート。終盤まで上位争いに止まり、残り2周というところで、一度は抜かれたマルク・マルキス、ブレシーニを攻略した。そして勢いそのままに、最終ラップの最終コーナーでホルヘ・マルティン、プラマックを抜き去り、2位でチェッカー。4月のアメリカズ GP 以来の表彰台を獲得した。バスティアニーニは 自身が座る一席を狙うマルケスとマルティンの2人を真っ向勝負で打ち負かしたものの、今季限りでファクトリーチームを離れることが決定的と見られている。中でも現在、ランキング首位のマルティンは公認候補筆頭だ。バスティア・ニーニは、一度マルケスに表彰台の一角を奪われかけたことで、かつてない走りができたと振り返った。ここ1週間で起こった難しい瞬間を乗り越えたから、 とても特別な気分だバスティアニーニはドカティファクトリーの2隻目をめぐるメディアからの注目を触れつつ、そう語った。でも今週は結果を出すことに念頭を置いていたし、昨日から調子が上がって速くなっていた。今日は自分のためだけでなく、ここにいる全ての人たちのためにもっと何かしたいという気持ちが強かった。レース半分は若干寝ているも同然だったけど、マルクに抜かれたとき。 僕はかたくなにいや、これは違う。これは僕の表彰台なんだ、となった。そして僕はやり返した。今までにないような走りができたのは良かったよ。最終ラップでホルヘをオーバーテイクしたけど、危険すぎたね。でも最終的にはハッピーになれた。バスティアニーニは2022年にグレシーニで活躍し、ルカティファクトリーとの2年契約を結んだが、今季限りで満了を迎える。 2024年以降のバスティアニーニの将来は依然として不透明。ブカティのサテライトチームへ移籍できなかった場合には、アプリリアが移籍先となる可能性があると予想されている。ムジェロで見せたスピードで周囲に何かしらアピールできたかと聞かれたバスティアニーニは、次のように答えた。未来、未来、未来今後について考えることが多いから、今について考えたい。 この期間は本当に難しかったから、僕は今日という日を楽しみたい。僕もミスをしたし、チームもミスをした。今日は本当に素晴らしい日だ。いつもは2位でもあまり嬉しくないけど、今回は本当に嬉しいし、先のことは考えたくない。